い、ということで始まりました。ありがとうストレッチのコーナーです。今日も元気にいってみよう。おー、はい、ということで、このストレッチはですね、愛してる、大好き、ありがとうの言葉を使いながら行うストレッチです。それをね、言霊力をね、生かしていくという画期的な方法でございます。私、スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申します。シスターっていつも大きな声で呼んでください。せーの、いいです、ありがとうございますということで、ありがとうストレッチね、言霊力を使っております。私ね、パントマイムをやっていて、言葉を使わない表現なんです。これ、言葉を使わない仕事をしてますけど、言霊力は大好きということで、この なんですかね、この愛たりするものを愛しておりますどっちも素晴らしい。はい、ということで、このありがとうストレッチはですね、このビフォーアフターをまずはチェックいたします。ビフォー、ご自分の最初のボディをチェックして、その後ストレッチの後に変化が出てますので、それを知ることで継続につながります。継続重要ですよ。継続しないとね、体ってね、なかなか変わっていかないんでね。では続けて、まあ、固めの針金、わかりますか？硬い針金をさ、こう曲げなきゃいけないんだけど、なかなか曲がんないじゃん、硬いから。でもね、何度も何度もこう、うわーってやっていくと、こうポキって折れる時が来るんですよ。こう、反復が重要ということで、継続していきましょう。おお分かりいただいたかなでは、両足を長座ポジションで今日の状態をチェックします。まずは足をまっすぐ出しました。はい、では両方の手を足の方にどうぞ。まあ、いろんな場所の方いらっしゃると思います。シスターはね、今ね、土松の上側でございます。で、ご自分のこの位置を覚えておいてください。私は背中はこんな感じ。でもちょっと毎日やってることで、少しずつデフォルトが少し変わってきてる感じもいたします。はい、ではお膝の裏さんもチェックします。お膝の隙間、床との接地面どんな感じかなっていうのをチェックしてください。あと、もものね、丸まり具合、これがね、左右差もあるしね。で、終わった後にダランとなってくるといい感じです。ほぐれたって感じ。はい、では早速いきましょう。足元からね、ありがとうストレッチさんは足元からいきます。右足さん、左足を伸ばして右足を乗っけます。指先ですね、親指さんと人差し指さんを横にぐっと開きます。で、それを縦に振るのから、で、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、2回言うと8カウント、これを1セットで、ちょっと多めにほぐしたいときは1モアセットってシスター言いますので、2セットやってください。はい、では行きましょう。指を横に開いてぐいぐい動かします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、1モアセット、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、では手と足を握手さんしてください。ぐさっと指同士を刺しますね、綺麗に。はい、そしたら足の甲さんの上の方をお持ちください。足先、つま先ぐいぐい、ねじ、つま先をねじっていきます。せーの、愛してる、大好き、ボディも使ってください。はい、愛してる、大好き、ありがとう。はい、では足の土踏まずを下を持つんでしょ、下あたりを持って足先ねじり、せーの、愛してる、大好き、笑顔で、笑顔重要、愛してる、大好き、ありがとう。今度はくるぶしさんをがっつり持ちます。足先を振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこのくるぶしさん持ったまま回していきますけれども、つま先が床についちゃう方はで、ちょっとお膝を上げて大きく回します。ボディごと肘も大きく回してください。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね。はい、愛してる、大好き、ありがとう。反対回し、足首大きく回してね。はい、愛してる、大好き、ありがとう、ナイス。はい、では手を離します。ではくるぶしを持った足を振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。はい、では手を下について足先を振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、左右、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、ナイス。で、この右足さんを床面につけます。
途中からね来たお友達はですね、ぜひビフォアをチェックしてからお参りください。ビフォアね、ご自分のビフォア長座でね。はい、では足をグッと置いたらふくらはぎさんをぐいぐい動かします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、キュウリの塩もみ、これねナイス。膝のちょっと上、膝のちょっと上の内側、結界さんという場所をぐいぐいほぐします。両手乗っけて体ごと、せーの、愛してる、大好き、重さをかけますよ、ちょっと痛い、愛してる、大好き、ナイス。はい、内ももさん全体、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、では、お膝さんをひっくり返します。ひっくり返して右足さんのふくらはぎさんの外側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、体重かけてどうぞ、ナイス。ではお膝さんを立てます。ふくらはぎの下からいきましょう、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。はい、そしたらこの膝のですね、膝下のゴリゴリのところをグーでほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。膝のちょっと上のゴリゴリをほぐします。膝上ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。はい、では人差し指のとんがったところね、ここちょっとゴリゴリしたら痛い、ここで膝のお皿さんの周りをほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、膝、お皿さん、よく動いた方がいいですよ、ナイス。はい、では足を伸ばします。ももの上さんです。両手で押さえてもいいし、グーでこうやってもいいし、肘でやってもいいし、どれでもいいです、お好きなやつで。肘の方が一番効きますけどね。はい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではつま先さんとお膝さんを内側に入れますね。そうするとももの横さんが出てきました。横さんにさっきと同じように当てます。せーの、愛してる、大好き、いたたたた、はい、はい、痛くてもいいです、ありがとう、大丈夫、あなた、はい、もも、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でどうぞ、痛くてもいいです。はい、ではこの膝さんの上に反対が左足のくるぶしさんをですね乗っけます。くるぶしさんをここに乗っけていただいて、しごく、はい、ここ痛いけどいいです。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でワンモーセット、愛してる、大好き、ここ念入りに、愛してる、大好き、ナイス、 OK、 いいです。はい、ではこの足を下ろします。右足を後ろ側に畳みます。左足さんは外に出ております。背筋を伸ばします。そしたら右の腰骨さんに手を当ててグッと落っことしたところをグイグイほぐします。もも横グイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ここワンモーセット、はい、愛してる、大好き、ちょっとお尻の後ろ側行っていいですよ、愛してる、大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばして骨盤転がし、左足さんのお膝の外側に手を置く、右手さん、お尻さんで前に行った時に、右腰さんを左のお膝さんの方に持ってくる、前に行った時ちょっと背中を反る、おへそを斜め下、はい、後ろに行った時背中を丸めておへそを斜め上、後ろから行きましょう、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ここも念入りに、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。はい、では今度は背筋を伸ばして左手さんを腰の横、右手さん骨盤、腰と肘と肩を大きくねじります。中心軸をね、まっすぐ、このまっすぐのライン、このままお顔は正面でボディをねじります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、これが最後ですよ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、いいです。これで右足すべてが終了でございます。いいです。さあ、ではチェックタイム、両足を伸ばしましょう、長座ポジション、あ、ちょっと蹴ってる、はい、いいですよ、蹴ってもいいです。はい、では足を前に出します。さ
それでもやった方ですね、右足さんを手の方を足の方に持っていったらだいぶ下がりました。背中の位置もだいぶ下りましたよ。これね、かかとの位置がもうね2センチぐらい伸びてるんですよ、シュータのかかとの位置ね。で、膝裏さんも床に落ちてきてます。左足さんはまだだけど、右足さんはね手が入らないぐらいになってます。ももも、ちょっとダランとなりました。はい、ということで違いがございましたでしょうか。ご自分のボディの変化に気づきましょう。ビフォーとアフターはいつもチェックする。しかもね、まめにチェックした方がいいです。これをやるとどうなったかなっていうのをいちいちチェックすると、わあこんなに変わったみたいなことが分かって、さらにやろうみたいな気になります。はい、では一旦ですね、水分をお取りください。シスターさゆさんをいただきます。さあ、ご自分のボディのね変化ありましたでしょうか。ストレッチね、水分を取るのも重要ですよ。あの水分を取って、あれです、老廃物をお出しになるようにね、いつも水分を取る。そして終わった後も水分を取る。そして、終わったらよろしいところに行ってお出しになるいつもやってください。はい、では左足さん行ってみよう。はい、左足側です。足を伸ばします。伸びしろたっぷり。これもね、いい言葉、あの硬いなって思うじゃない、ボディが硬いなと思った時はご自分に言ってください。それは伸びしろたっぷり重要。言葉がけ重要。あのボディさんがね、あの可能性をね、あの自分で勝手に可能性を感じていただくから、伸びしろたっぷりって言うと、硬いって言われると、俺硬いんだ、もうダメだみたいに思っちゃうけど、伸びしろたっぷりって言われると、伸びしろたっぷりだって思って、ボディさんが喜びますんで、よろしくお願いします。いいですか。いいですね。はい、では左足、あ、右足の置いて左足を抜けます。はい、では指をぐいっと開いて縦に振ります。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、さあお隣の指、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では指をぐさっと刺します。握手。ただ土踏まずのちょっと足の甲の一番上で、足先をねじります。つま先ねじり、せーの、愛してる大好き、ありがとう。伸びしろたっぷり、愛してる大好き、ナイス。はい、では足の甲をちょっと下、土踏まずの下側を持ってねじります。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔だよね。はい、くるぶしをお持ちいただいて足を振ります。背筋を伸ばして、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、超 OK。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、くるぶし回し、くるぶしを持ったまま大きく回します。ちょっとお膝上げてもいいです。愛してる大好き、声出してね。はい、愛してる大好き、ありがとう。反対回し、愛してる大好き、ありがとう。パモ、愛してる大好き、笑顔でね。笑顔重要ですよ。はい、では指を離します。足を振ります。足、つま先、くるぶしからね脱力したまま、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、手を置いて足だけ振ります。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。ちょっとここで両手両足でした。背筋を伸ばして、ボディをちょっと倒したら両足をアップします。そして両手を、お、だいぶシステムいいです。はい、では行きましょう。せーの、愛してる大好き、盛大に。愛してる大好き、ありがとう。ワンモセット、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。シャキン、チョキン。ちょ、シスターもだいぶボディが回復してまいりました。ちょっとまだダメだ。はい、頑張った自分に拍手。左脇腹さんをね、ちょっと負傷いたしました。先週ですので、だいぶ1週間経ったからね、だいぶいいですよ。はい、では左足さんをふくらはぎを置いて上から押さえます。日々ボディがね回復していくのがよくわかりますよね。はい、ではどうぞ。1、
愛してる大好きありがとう。たまに愛してる大好きありがとう。お体ね壊してもいいですよ。あの健康なボディのありがたみがわかるからね。はい、今お膝のちょっと上です。ありがたみを分からせるために起きたのかなみたいな。はい、キッカイさん、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き内ももどうぞ。愛してる大好きありがとう。体重かけてね。愛してる大好きナイス。はい、ではお膝さんたちを両方ともひっくり返します。左足さんの、ふくらみ外側、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、ではお膝さんを立てます。左足さんを立てて右足さんは楽に置いて、ふくらみ下側、せーの、愛してる、親指をぐさっとさしてね。ありがとう。愛してる大好き笑顔でね。膝下ゴリゴリグーで押し付けてほぐします。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き膝上ゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、人差し指のとんがったところをお皿回り、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き痛い痛い。はい、ナイス。はい、今日は足を伸ばします。もも上グイグイ。はい、グー、肘でもいいです。せーの、愛してる大好き、手でもいいですよ。はい、愛してる大好きボディーごと。はい、土まず、お膝さんとつま先内側に入れたら、ももの横さんですね、同じようにどうぞ。愛してる大好きありがとう、声出してね。愛してる大好きワンモアセット、ここ念入り。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではこの右足下のくるぶしさんをももの横に置いてしごきます。もも横しごき、違った、くるぶししごき、せーの、愛してる大好き、名前つけよ、愛してる大好きワンマセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、いいです、ナイスです。はい、ではこの足さんを置いてお膝を立てたらもも裏、これ右側やってないね、これ。はい、どうぞ。愛してる大好き、なんか早いと思ったら、愛してる大好きありがとう、後でやりましょう。はい、もも内ゆさゆさ、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ももの外側もどうぞ。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、では膝裏グイグイ、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、持ち上げて膝下ブラブラ、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではお膝さんを後ろに置きます。こっからももだね、右足さん忘れてましたね。はい、では左の腰骨さんに体重かけたら、スルッと落とした大腿骨の付け根をほぐします。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でワンモアセット、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、背筋を伸ばします。骨盤転がし、右手のお膝の横に右手、左手はお尻さん。はい、骨盤を持ち上げて、左の腰骨を右のお膝さんの方に、胸はちょっと反らす。はい、後ろになった時は丸める。おへそが床側向くのと丸まって天井向くのといきます。では後ろから、せーの、愛してる大好きありがとう。盛大にどうぞ。愛してる大好きありがとう。はい、ボディがシスターのボディに戻ってきましたよ。はい、愛してる大好きありがとう、ナイスです。はい、背筋を伸ばします。左手さんを左腰骨盤持って、右手さんはぐっと右の脇を支える。はい、そしたら腰と肘と肩を大きくねじります。せーの、愛してる大好き盛大にどうぞ。シスターゆるゆる大好きあり、皆さん盛大に、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね、いいです、ナイス。はい、ではですね、右足さんのさっきのちょっと途中だったんですね。はい、右足さんのもも裏をぐさっとさしてゆすります。せーの、愛してる大好きありがとう。
愛してる大好きワナホありがとう。はい、内ももさん愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。もも外さん愛してる大好きありがとう。外側をね揺すっております、ありがとう。はい、では膝裏さんもぐいぐい動かします。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、お膝を持ち上げて膝下ブラブラ。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。ちょっと下にずらしてどうぞ。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではもうちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。はい、ではここね、両足骨盤転がし、これが一番最後のストレッチです。はい、マットをね畳んでいただいて、座骨をカバー出してくださって OK です。背筋を伸ばします。背中を丸めて骨盤を後ろに倒します。おへそが天井を向くように、おへそはおへ、あ、視線はおへそを見る。背筋を伸ばします。今度おへそが床側を向くような感じ、床側ね、床側。そんで、胸は反る感じ。はい、では行きましょう。後ろからせーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き盛大に、はい、愛してる大好きだいぶいいですよ。愛してる大好きナイスいいです。はい、ではということで全てできました。ありがとうございます。今日もバッチリいいですのポーズいかがでしょうか、できましたでしょうか。ただいいです。はい、ということで自分にね OK を出していく、頑張った自分とみんなに拍手。いや、やってみることに価値があるからね。クオリティはそんなに最初から求めなくていいんですよ皆様。やってみたらやってみるだけでもう習うようになれるのだからね。はい、ではということで、チェックタイム、ご自分のボディの変化を知りましょう。左手さんやりました、左足さん、せーの、ずーっといいですね。あ、背中の位置も落ちました。はい、右手さん、あ、いいです、いいです、バッチリできましたでしょうか皆様。はい、ありがとうございます。さあ、ということで水分取ってくださいね。いつも水分はおとりになりながらやってみてください。これ重要ですよ。はい、チスタのね、ありがとうストレッチ、この動画を見返してね日々やっていただいてもいいですが、いつもですね、だいたい平日いや朝9時ぐらいから、ストレッチやるようにしておりますので、ぜひご参加ください。はい、ということで告知さんでございます。告知さんはお二つ、一つ目はオンパンプラス2というパントマイムのね公演が2月20日にございました。2月20日にございました公演が感激三昧ライブさんというところでオンライン配信をまだやっております。明日まで、明日3月6日17時までご覧いただきます。シスターのチケットぜひご覧、こっち QR コードでねご覧いただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、そして2つ目はシスターのビデオ上映会でございます。シスターひろみのいいですビデオ上映会ボリューム1、シスターひろみ公演、ひろみの日の字というのをやっております。3月26日土曜日14時と18時、場所は新宿新大久保スタジオエヴァ、山手線の新大久保駅から徒歩4分、すぐですよ、まっすぐで分かりやすいです。地図とかですね、申し込みとかですね、この QR コードに貼ってあります。ぜひご覧ください、お申し込みください。はい、シサがね当時、私が、並木孝雄先生っていうパントマイムのね先生が、素晴らしい先生がいらっしゃって、その先生のもとで私はパントマイムを学んでいた時に、卒業公演、2年の修行を終えて卒業公演をいたしました。その時の映像がなんと残っております。そしてそのね公演の後にその場所で飲み会をして卒業式があるんですけど、その映像もなんと残っておりました。その模様もちょっと入れようと思っております。そして私のトーク付きでございます。あのね、本当ぜひ楽しんでいただければ。まあ卒業した時のね初めてのソロ公演の模様でございますよ。ソロなんだけど、まあお友達に出演いただいて2人でやってますけど、いやー本当素晴らしいです
自分で言ってます。ぜひ見にいらしてください。はい、ありがとうございます。さあ、ご予約受付中でございますよ。はい、ということで今日も無事にですね、ありがとうストレッチ終了いたしました。今日もね、素晴らしい一日を、土曜日さんをお過ごしください。私これからね、もうすぐですね、あのスタジオエヴァの方に行って、今日は、朝の土曜クラス、東京マイムカレッジというスクールをね、私経営させていただいております。そこに生徒さんたちがやってきますので、そのレッスンを担当、朝のクラスがあって、それを担当いたします。その後ですね、ライパっていう公演があって、ライパっていう公演のスタッフさんに、作品を見せる、今日重要な日、総見っていうんですけど、それが今日午後あります。でその後はですね、ビデオウォッチパーティー、ビデパというイベントがありまして、それは、Facebook さんの方でやってます。19時半から、シスターのね、中河内小学校っていう学校、言っちゃった地元、私の学校の、に講演させていただいた、その時の映像がございまして、それ1月末に行かせていただいて、地元のちびっ子たちにですね、パントマイムをさせて、見ていただいて、やっていただいたんですけど、その模様の映像が映るということで、楽しみですね。私もまだ編集はね、見てないんですよでそれ、ビデパっていうので検索してください。19時半からやってます。はい、ということでありがとうございます。あ、ビデパはね、 YouTube ライブで放送いたします。そちらもご覧ください。はい、ありがとうございます。ではということで、今日盛りだくさん、私一日頑張らせてではなくて面白がらせていただきます。はい、ということで今日もありがとうございました。頑張った自分とみんなに拍手、イエーイ、褒め褒めタイム。はい、ありがとうございます。では今日も素晴らしい一日をね、お過ごしください。今日ね、東京さん暖かくなるような感じですので、とっても私も嬉しいございます。では良い一日を、良い土曜日の一日を、お過ごしください。Have a nice day. Ciao. Bye bye.